オレゴンシティは、アメリカ海軍の重巡洋艦。オレゴンシティ90準洋艦の一番艦。艦名は、オレゴン州オレゴンシティにちなむ。オレゴンシティは1944年4月8日に、マサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社、フォアリバーゾー戦所で寄港し、1945年6月9日に、オレゴンシティのコミッショナーであるレーモンド・ P ・キャンフィールドの、夫人によって浸水する。 浸水式典にはビング・クロスビーも列席し、その様子は新聞やラジオで報じられた。1946年2月16日にバーネット・ケイ・カルバー艦長の指揮下収益した。収益式典のプログラムにはと記述された。オレゴン指揮は1946年3月31日にボストンを出港し、グアンタナモ湾で調整後5月半ばにボストンに帰還した。 オレゴンシティは7月3日に第4艦隊の機関となり、同月の残りはフィラデルフィアのハトバで予備役兵の訓練を行う。10月6日から10月19日までバミューダで戦後の予備役訓練を行い、その後ボストンへ向かい乗員を減らされた状態で同行に止まる。1947年1月に第2艦隊へ配属され、乗組員は定数まで補充される。 3月30日にグアンタナモ湾へ出港し、3週間の訓練後、ボストンに帰還6月6日まで泊まる。6月21日にアナポリスで海軍兵学校生を上官させると、パナマ運河地帯からカリブ海に向かい、例年の夏季巡行を行う。オレゴンシティは8月中旬にノーフォークで海軍兵学校生を下官させると、 フィラデルフィアへ向かい不活性化の準備に入る。1947年12月15日に退役し、1970年11月1日に除籍、その後1973年にスクラップとして廃棄された。オレゴンシティの館内事象はオレゴン州に贈呈され、オレゴンシティのオレゴン巡州博物館に展示されている。ありがとうございます。